500バンクとしては最後の記念になります、千葉記念開設の68周年記念なんですけれども、秋子さん決勝のメンバー、はい、非常にこう興味深い9人ということになりました。そうですね、やっぱりこう神山、はい、まずは神山の伸びが良かったっていうね、記念99勝9回勝っていて、まあ今回取れば100回目ということ、また、はい、まあ、村上がね、本当に初日はちょっと悪かったんですけど、うん、2日目、そしてまた準決勝、はい、強かったですね。このやはり責任感で締めてくる、はい、このそれができる凄さというのを感じます。そうですね。そんな中、地元からは4人、あとはもう、はい、海老根、はい、海老根がやっぱり2日目のね、優秀で、うん、一崎が意味をついた、はい、そこをすかさず外をまくっていったっていうね、うん、本当に責任感の強い男だなというふうに思いましたね。そういう部分が準決勝にも海老根は出ていったかなという、あとは中村、支部長、うん、支部長職でね、はい、僕も支部長をかなりやってましたけども、やっぱり忙しいんですよね、うん、その中で集中してやっぱり練習してるんでしょうね、はい、きっちり決勝戦に乗ってくるところはすごいなというふうに感心しました、はい。本当に興味深いこのバンクで行われる最後の、はい、記念の覇者は誰になるのか、はい、そうですね、予想思い切って出していきましょう、はい。決勝の12レースになります。並びですけども、1番村上義弘、6番志村大河、佐藤弘樹、それぞれ短期でちょっと前の方に、7、4、2、5、山中秀武を先頭に海老根、啓太、中村、広志、和田、健太郎、そして9番、3番、長嶋大輔、神山、雄一郎という、少し変則的な格好になりましたが、はい、秋子さんは優勝。そうですね、まあ、地元で気合が入っている、はい、千葉勢、うん、千葉勢が山中がまずは、うん、ホームから一気にかましていくんじゃないかなと、はい、先行争いする選手がいないので、うん、楽に、できてしまえば、うん、バンテの意味でバックで、今日も追い風だったんですけども、はい、その追い風を利用して、山中が一気にかかりきるんじゃないかなと、はい、そうすると海老根が後ろのまくり合わせて、うん、バンテから出て、中村との折り返しですね、うん、中村支部長の差しもやはり少し、はい、やっぱり調子いいですので、うん、差しもいいのかなとは思ってます。地元勢が締めてくるのかな、そうですね、はい、私は、神山雄一郎の100回目、はい、2004年のここの記念で、はい、決勝一着失格があって、実はそれがなければと思わせるところ、この因縁のある舞台、はい、なかなかちょっと100回目ずっと決勝の率取れてないんですけれども、はい、ドラマとしてはそうですね、最近、うん、調子上げてますよね、はい、はい、ここしかありえます、ね、ないというところで、はい、3000点を狙います、はい。千葉競輪場は今回、うん、まあ、最後の記念で、はい、一応、はい、まあ、12月まで開催があるんですけれども、はい、まあ、このバンクが少し、まあ、回収期間入りますが、そういう時っていうのは地元勢というのは選手たちの思いというのはどのような感じだと思いますか。はい、そうですね、やっぱりとにかく最後の最後までこのバンクで、まあ、練習してっていう感じで、次、この千葉が、まあ、250に生まれ変わるということで、はい、それまで練習バンク練習できないと思うので、やっぱりそこら辺で最後までこの思い出ある千葉競輪場で、うん、まあ、今回記念決勝、まあ、記念レースを走った人たちはもうとにかく勝ちたいっていうか、うん、いい思い出あるレースをしたいというふうに思ってるんじゃないかなと思いますね、うん、はい、そういう思いの詰まった一日というのを、はい、我々も大切に見ていこうと思います、はい。